はい、どうもこんにちは、マキオです。今日もね、一緒に動画のお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は動画編集のソフトについてのお話をしたいと思います。最近ね、ちょっとカメラの話とか続いてたんですけど、今日は編集ソフトのお話ですね。編集ソフト何使えばいいかって悩んでる人いません？いません？なんかいろんな種類があるじゃないですか。で、今選択肢も多い気がするんですよ。っていう中で、どれを使ったらいいか、どれから使い始めたらいいのか悩んでますっていう方いませんかね。プレミアプロっていうソフトと、まあ、ダビンチリゾルブっていうソフト、それからファイナルカットプロアップルですねとか、まあ、エディウスとかいろいろあったりすると思うんですけど、どれ使うかなって悩んでる人いると思います。自分はどうなのかと、マキオ的にはどうなのっていうと、僕はプレミアプロとダビンチリゾルブ、この2つを主に使い分けてます。で、昔はファイナルカットプロも使ってました。なんで使い分けてるのって思った方いると思います。はい、実はね、深い理由があって僕は使い分けてるんですよ。なので今日は僕がどういう風にその動画編集ソフト、特にまあプレミアとダビンチですねを使い分けているのかっていうお話をして、編集ソフト選びのポイントっていうのを解説していきたいと思います。こういう使い方だったらこのソフト、こういう使い方だったらこのソフトが向いてるよっていうお話をしていきたいと思います。なのでね、今動画編集のソフト悩んでるとか、もしくはプレミア使ってるけどダビンチ気になるとか、ダビンチ使ってるけどプレミア気になるとかっていう方はですね、参考になると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは今日も本題いってまいりましょう。主に、まあ、プレミアプロとダビンチリゾルブ、ダビンチリゾルブ、そして、まあ、昔使ってたファイナルカットプロ、この3つの特徴をお話をしていきたいと思います。で、まずプレミアプロを僕が使う場合ってどういう時ってお話なんですけど、プレミアプロを選ぶパターンは2パターンあります。1つ目は文字入れが多い場合ですね。テロップをたくさん入れたい場合、まあイメージしていただくと YouTube の編集みたいなイメージですね。テレビ番組みたいな感じでテロップボーンで出てくるとか、そういう編集をしたいっていう場合はプレミアプロがめちゃくちゃいいです。このテロップの編集、文字入れの編集っていうのがプレミアってすごくしやすくて、ただ入れるだけじゃなくてデザインも強いです。例えば文字に対して枠線をつけるとか、背景をつけるとか、あとグラデーションを入れるとか、でしかもその入れるだけじゃなくて、それをスタイルっていう形でいつでも呼び出せるように保存しておきます。なので例えば A さんの会話は赤色、 B さんの会話は黄色みたいな風に決めておいて、それを保存しておいてすぐにこう引っ張ってくることができたりします。でさらにこのスタイルっていうのは後から上書きもできるので、例えば文字を入れてみて、やっぱこの A さんのフォント、このゴシックじゃなくて明朝が良かったみたいなのを後から思った時に変えて上書きすれば全部一緒に戻ってくれるんですよ。一個一個ポンと変えていかなくても、一個変えて上書きすれば全部バーンって変えるみたいなこともできたりするので、こう文字入れ、デザイン、そういったものが非常に多い編集をしたいっていう方はプレミアプロがめちゃくちゃおすすめです。正直 YouTube の編集とかってダヴィンチリゾルブであんまりやりたいと思わないです。で、今の YouTube チャンネルって最近ダヴィンチで編集してるんですけど、それは逆にこう文字入れとかも諦めてます。まあ入れるとしても白文字でポンって入れるぐらいしかやらないのでダヴィンチでやってるけど、しっかりこう文字入れとかを入れたい、やりたいっていう編集の場合は、まあ、プレミアプロかなと思います。はい。で、もう一つの理由がですね、アフターエフェクトと、連携したいよっていう場合です。アフターエフェクト、まあ、知ってる人多いと思います。まあ、知らない人は簡単に説明すると、プレミアプロみたいにこう実写をこう長い尺で編集していく編集ソフトではなくて、アニメーションですね、文字の動きだったりとか、もしくはなんかイラストを動かしたりとか、そういうアニメーション的なものを作るのに向いてたりとか、あとは実写の編集でも合成ですね、例えば画面に何かをはめ込むとか、そういう編集をしたいっていう時にいろいろ使うものになります。僕は主に実写の映像、まあ、自分でこうカメラを回して撮った映像を編集するっていうのが自分のスタイルなので、アニメーションを作るってことはほぼほぼないんですけど、例えばこの動画見てください。これ実写の映像なんですけど、こう文字のアニメーションとかがね、こう実写の部分に合成されていたりとか、あとこうモニター画面に別の映像をはめ込んだりとか、そういうまあちょっと凝ったエフェクトみたいなのをいろいろ入れてるんですけど、そういう編集っていうのはアフターエフェクトでやってます。こういう時にプレミアプロとアフターエフェクトって同じ、まあアドビがね作ってるソフトなので連携がすごく強いんですよ。一旦書き出しとかしなくてもプレミアプロ上で
合成したいクリップを右クリックしてアフターエフェクトコンポジションに変換って押してあげるとアフターエフェクトが立ち上がってアフターエフェクト内で編集ができる。でそこでアフターエフェクト内で編集したものは書き出しとかしなくて も自動的にプレミアプロに反映されてるみたいな使い方ができるんですよ。これが結構便利で、こう合成とか文字の動きをいっぱい入れたいみたいな時はプレミアプロを基本的に使ってアフターエフェクトと連携させてます。はい、はい、じゃあ次にダヴィンチリゾルブ使うよっていう場面ですね。ダヴィンチリゾルブを使う場合っていうのはどういう場面かっていうと、ダヴィンチの良さは色味の作り込みです。色の編集の追い込みっていうのがめちゃくちゃ強いというか圧倒的に強いというか唯一無二というか、もうダヴィンチリゾルブが一番強いです。例えばダヴィンチリゾルブにはカラーページっていう色味を編集するだけの専用のページがあるんですよ。でそこで、色の編集をしていくんですけど、そこがめちゃくちゃ便利で、例えばノードって言って、まあ、いわゆるこうレイヤーを追加していくみたいなイメージで1個色味の調整をして、さらにそれに色味を加えて、でさらにそれに色味を加えて、さらにそれに色味を加えて、でエフェクトをかけてとか、まあ、パラレルノードって言ってこう並行処理をかけてとか、いろんなことができるようになってます。これがねやっぱプレミアで同じようなことをやろうと思うとルメトリカラーが死ぬほど増えていくみたいな感じになっていくのと、やっぱりね一個一個の機能自体もダヴィンチリゾルブの方が優秀だったりとかするので、色味をしっかり追い込みたいっていう場合はやっぱりダヴィンチに限りますね。なので、さっきのプレミアプロの特徴と合わせて、文字入れをいっぱいするわけではない、実写合成とかが多いわけでもない、で色味はしっかり作り込みたい実写の映像なので、プロモーションビデオとかミュージックビデオとかそういったものに関してはダヴィンチで作るよっていうことが非常に多いですし、すごく合ってます。で一方で文字入れっていうのはめちゃくちゃめんどくさいですもうちょっとせめて何とかしてくれっていうぐらいダヴィンチの文字入れってめんどくさくて、ちょっとこう下線を引くとか、ちょっと文字に枠、文字にの枠線をつけるとかっていうのでも、テキストプラスっていう特殊なクリップをわざわざ引っ張ってきて、そこでしかもプレミアだったらその境界線みたいなのがあって、それつけたら境界線文字の枠ができるんですけど、なんかね、ちょっともう最近触ってないで忘れちゃいましたけど、なんかややこしいこう番号みたいなの振ってあって、どれがどれか分かんないけど、どれかいじったらその枠線が変わるみたいな、なんか本当にこう使いづらいんですよ、もう言ってしまえば。なので正直ちょっとダヴィンチは文字入れは本当に弱いので、いっぱい文字を入れたいっていう編集をしたい人には向かないです。まあなんていうのかな、いわゆる字幕みたいに、まあ、僕の YouTube みたいにもう白の文字とか決まった文字でずっとこう解説をちょっと入れてまたちょっと入れてみたいなレベル感だったら、まあ全然やりづらいってことはないと思います。あとはフュージョンページっていう、まあ、さっきのプレミアプロでいうところのアフターエフェクトに該当するものがあるんですけど、まあそれもなんかちょっと使い方が特殊で、僕はよく分かってないですね。一時期勉強してたんですけど、アフターエフェクトの方が使いやすいと思ったのであんまり触ってないですね。この使いこなせば結構いろいろできるみたいなんですけど、ちょっとね特殊すぎてまだ馴染んでないっていう感じです。あとダヴィンチリゾルブのごめんなさい、もう一回良さなんですけど、動作の速さっていう部分に関してはプレミアプロより動作軽いです。スペックがちょっと低めのマシンでも動きやすいので、そういった意味もまあダヴィンチリゾルブのいいところかなと思ってます。はい、最後にファイナルカットプロのお話をしたいと思います。正直今ファイナルカットプロで映像を作ることっていうのは、まあ、ほぼなくなってしまいました。昔アップルで働いてた人間のくせにごめんなさいっていう感じなんですけど、でもファイナルカットプロもすごくいいソフトだと思ってます。なんでかっていうと動作の軽さっていうのが異常です。ダントツです。プレミアプロってかなり編集重いんですよ。プレミアに比べるとダヴィンチも軽いんですけど、ファイナルカットプロはその比じゃないんですよね。例えば僕、昔、2017年の MacBook Pro 13インチメモリ 8GB デュアルコアプロセッサーで GPU は搭載なしっていうモデルで、ファイナルカットプロで 4K のクリップが16個かなとか入ったマルチカムクリップのミュージックビデオの編集とかやってたんですけど、全然ねカクつくこととかがなく問題なくマジで快適にできたんですよ。懐かしいなこの映像、もういつだこれ、2020年だからもう3年近く前かな、に編集してる動画なんですけど、まあ、僕が本当にほぼほぼ一番最初に仕事で作った動画ですねっていうぐらい動作は軽いので、例えば Mac 持ってます、
でも最新じゃないとかちょっと安い機種で、でもあの重たい素材とかを扱いたいとかっていう方はあのファイナルカットめちゃくちゃいいと思います。でロー素材とかっていうのも扱えたりするので、重たい編集綺麗に作りたいとかっていうのはファイナルカットすごくいいと思いますね。で、デメリットとしてはこれちょっと後でもうちょっと触れるんですけど、ご自身で自分でなんかこう自主制作でやっていくとか、 YouTube で自分の YouTube をやっていくとかだったら正直ファイナルカットプロ全然問題ないと思います。ただじゃあ仕事にしていこうって思った時に、取引先の方とか制作会社さんとかがあのファイナルカット使ってる可能性っていうのがやっぱ一番低いんですよ。なぜなら Mac でしか使えないから、 Windows では使えないから。なので仕事として、まあ、いろんなね、本当制作会社とかの自宅を受けてバリバリ動画作っていこうみたいな方はちょっとおすすめしないかなというか、まあ、プレミアプロ慣れておいた方がいいかなというふうに思います。はい、マキオチャンネルで、今さっき最後にちょっと触れたんですけど、あの仕事する上での注意点みたいなところをお話ししていきたいと思います。僕自身が、まあ、フリーランスのビデオグラファーとして、まあ、映像を作って納品するっていうのをこう仕事であのフリーでやらせてもらっているので、そういうこうね、お仕事にしていきたいって思った時のソフト選びってもう一つのやっぱポイントがあると思っていて、それはクライアントさんとのデータ共有のやり方になってきます。当然動画できました、書き出しました、書き出した動画、まあ、完成した動画を送るっていう分に関しては別にどの編集ソフトでやろうか問題はないんですけど、じゃあ作ってる途中のプロジェクトを共有してくださいみたいな場合っていうのもあるんですよね。制作会社さんにプロジェクトファイルごと送るとか、あのクライアントにプロジェクトファイルごと送って、例えばなんか細かい情報、例えば文字情報であの発売日が変わったとかがあったらもうこっちで修正しますみたいなあの場面とかもあったりとかする。そういう時にクライアントさんが使っている編集ソフトと一緒のものがないとやっぱりデータ共有ができないんですよ。そうなってきた時にやっぱり今現状で一番使っているソフト、会社さんが多いソフトっていうのはプレミアプロになります。プレミアプロやっぱり、アドビのプレミアプロが一番多いで、ダヴィンチも最近かなり増えてきました。ダヴィンチ使いますって制作会社さんから聞かれる場面も出てきたりとかしているので、増えてはきてるんですけど、まだやっぱりプレミアの方が倍ぐらい多い感覚ですね。でファイナルカットはほぼないです。ごく稀にあるんですけど、まあ、ほぼないです。なんか昔はね、20年ぐらい前はファイナルカット7っていうのがもう全ての制作会社で使われてたらしいんですけど、今は、まあ、仕様変更とかもだいぶ前ですけどね、10年ぐらい前の仕様変更とかがあって、15年ぐらい前かの仕様変更があってあんまり使われなくなってしまった、いいソフトなんですけどねっていうのがあって、まあ、それもあって僕今あんまりファイナルカットプロ使わなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、まあ、そういう事情があるので、いろんなところから受託して制作したいぜっていう方はまずプレミア覚えておくっていうのは損はないと思います。仕事はしやすくなるはずですね。はい、さあというところでですね、最後にまあ雑学、豆知識的なところのお話をしていきたいんですけど、まあ、編集ソフトなんで今言ったみたいな違いが出てくるのというところなんですが、まあ、それぞれやっぱり歴史的な背景影響があるかなと思ってます。でまず Adobe、プレミアプロですね、プレミアプロがデザインに強い、文字入れに強いっていうのはやっぱり Adobe のルーツにあるのって Photoshop だと思うんですよね。 Photoshop、イラストレーター、そういうデザインツールがルーツの会社、PDF の方が先なんでしたっけ、ちょっとその辺あやふやなんですけど、まあ、いずれにしてもそういうデザインツールっていうのがルーツの会社なので、動画編集っていう部分においてもそのデザイン、文字を入れていく、配置を決めていくみたいなところがすごくやっぱりやりやすいです。うん、で逆にダヴィンチリゾルブってもともとは色味の調整だけをする会社だったんですよ。今はブラックマジックデザインっていう会社が買収して運営してますけど、その前は色味を編集するためだけのソフトで、こうハリウッドだったりとか映画の現場とかで使われてたソフトだった、それをブラックマジックデザインが買収して一般的に使えるように、いわゆるノンリニア編集の機能も入れたりとかして販売しているっていうものになるので、色味の編集がもうそれは強いよねっていう背景になります。うん、で逆にファイナルカットプロはもうアップルが Mac のためだけに作ってるものなので、 Mac で一番いいパフォーマンスを出すようにカスタマイズできるんですよ。ダヴィンチリゾルブとかプレミアプロだったら Mac でも動くように設計しなきゃいけないし、 Windows でも動くように設計しなきゃいけないし、じゃあ Windows の中でもいろんなグラフィックボード、 AMD なのか GeForce なのかとか、 CPU も Intel なのか Ryzen なのかとか、いろんな組み合わせの中でも最大公約数的にちゃんと動くっていうものを作らなきゃいけない。でもファイナルカットプロはもう Mac ってもう限られてるわけじゃないですか。もう使ってる CPU も Apple が選んでるわけなんで、なのでそこのパフォーマンスをこうもう研ぎ澄ましたものが選ばれているので、多分動作軽いんだと思うんですよね。まあそう
言ってるわけじゃないと思うんですけど、僕はそう解釈してます、うん、なので、あの動作軽い、やりやすい、まあ、Apple が思う使いやすさを追求している、まあ、なのである意味カジュアルなんですよね、 Final Cut Pro って。なんか Apple 製品ってカジュアルじゃないですか、使いやすさが売りというか。 Final Cut もそうなんですよ。その他の編集ソフトには全然似てなくて、 Apple が考える使いやすさみたいなところが提供されているソフトだなっていうふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、編集ソフトの使い分け、そしてどんな用途に向いているかっていうお話をしてまいりました。今日の動画がね、参考になった、面白かったっていう方は、ぜひチャンネル登録やいいねとかしていただけると僕は嬉しいです。これからも動画の情報、映像制作の情報を発信していきますので、ぜひ面白かった、興味持っていただけた方はチャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。